高弘さんも飯島さんも怪我してるじゃないですか。治療させてください。わかりました。ダメです。治療させてください。じっとしててくださいね。これで大丈夫です。ええ、少し。社長！所長は？そんな無茶でちゃ。所長、残った戦艦の動きがおかしいでちゅ。そんな！所長は？
所長。高広さん、美琴さんは悲しんでいます。あの子は今まで一人ぼっちだったんです。あの子と対等である者がいなかったんです。白い殺風景な部屋にたった一人で、青い鳥とはあの子の救われたい心の現れだったんです。はい、美琴さんを救えるのは高広さん、あなただけです。美琴さんを救ってあげてください。はい、待ちな。わかってるよ。おめえにこれを渡すために待ってたんだよ。どうせそこのヘリであの嬢ちゃんのところへ行こうとしてたんだろう。あんなんじゃたどり着く前に落とされちまう。これに乗ってきな。俺が趣味で部品を寄せ集めて作った代物よ。最新鋭とはいかないが、そこらのヘリには負けない機動性を持たせてある。少々ジャジャ馬だが、これなら嬢ちゃんの攻撃を避けられるだろう。さあ急ぎ、エンジンに火を入れるぞ。俺が合図したらそこのキーをひねろ。ちゃんと嬢ちゃんを連れ帰ってこいよ。お前が言ったら滑り込んでやるよ。そんなに猛録してねえっての。行ってこい。
「青い空と
1週間たちまちだね。心配でちゅか、所長。奇跡的にも島は消失しても職員は全員助かってたみたいでちゅし、死傷者は飯島の連れてきた兵士たちだけに収まったみたいでちゅ。島はなんて？ただいま、タカヒロ！最初の時と同じ。海の上をビューンって、やっぱり嫌だから出てきちゃった。でも今度は壊したのは電力供給だけだよ。そんで出てくる時に飯島室長に会ってきたら、もういい、どこでも行けって言われちゃった。てへ、私が戻ってきて嬉しくないの？なくなってないみたい。飯島が最後に言ってたよ。子供の心をなくさなければ力
は消えないって。それを高弘に言っとけってさ。でもそれだとさ、この力はずっとなくならないね。だって女の子は子供の心をずっと持ち続けてるんだもん。誰にするの？本当にいいの？セーブするよ。